This is Japan 展から注目作品をご紹介します。白菊図屏風には大ぶりの白菊が金地の大画面いっぱいに描かれ、強い生命力を感じさせます。白菊をよく見ると花弁や花の中心が立体的になっています。これは白の顔料である胡粉を使った日本の絵画の伝統的な技法です。垣根、土の包み、水流にも見られる豪快な表現方法は武士が好んだもので、桃山時代の芸術の特徴です。垣根や水の流れに変化を持たせながら、主題である白菊の端正な美しさを見事に伝えた品格あふれる名品です。この屏風には紫式部の源氏物語、葵の巻の代表的な場面、車争いが描かれています。京都三大祭りの一つ葵祭り、その前に行われる御計の行列に美男子光源氏が加わるというので、誰もが一目見ようと大騒ぎ、六条の御息所もこっそり見物に訪れます。ですが御息所の車は後から来た光源氏の正妻葵の上の従者に車を押しのけられてしまいます。これが車争いです。たくさんの人物が細かい筆さばきで色鮮やかに表情豊かに描かれている様は圧巻で、物語の世界が目の前で繰り広げられているようです。他にも見応えのある作品が目白押しの本展、ぜひお越しください。